こんな数字があります。これ何の数字だと思います？ 48.6%。 これ今日本で1ヶ月に1冊も本を読んでない人の数字です。老若男女含めて 48.6%、 1冊も本読んでない、でなんでこんな本読まなくなったかっていうと、これの影響ですよね。もちろんこれね、Kindle とかも含めてですよ。Kindle とかも含めて全く読んでないってことね。電子書籍も含めて、月に一冊も読んでない人が今、日本の中にすごく増えております。でも、僕らってやっぱね、職業的に立場的に本をたくさん読まなきゃいけない立場の人って結構いるんですよね。例えば学生さんってやっぱり本なんだかんだ読んで研究しなきゃいけなかったりとか、で経営者とかになるとやっぱり最新の情報をちゃんと取ってなきゃいけなかったり、あるいは普通に社会人として社員でいたとしても、いろんなことを本でもって情報を取るってことはすごく大事なことなんですよね。で、こういうこと僕が言うと、いや別にヒムさんね、スマホがあるんだから情報なんかこれで取ったらいいじゃないですか言うんですけど、実はインターネットの情報というのは真偽のほどは定かではない、つまり本当か嘘かわからない情報ってかなりあったりするんですね。尾ひれがついていたり、わざわざ嘘の情報を書いていたりということも多々あります。例えば極端な例で言うとね、もう今から10年以上前だと思うんですけど、皆さん若い人が絶対知らないと思うけど、スマイリー菊池さんっていう、お笑い芸人がいたんですよね。もうメガネかけた人の良さそうなお兄さんで、一回もういつも笑顔で、だからスマイリー菊池って名前なんですけど、この方が、インターネット上で、あいつは、かつて東京で起こった残酷な少年犯罪の犯人の一人なんだと。要は少年たちで寄ってたかって一人の少女を惨殺してしまったと。でも少年法によって本名が出てないので、そのうちの一人だったんだっていう、そういう噂が回ったことがあるんですね、インターネットで。で、菊池さん、スマイル菊池さんは否定しました。そんなわけないじゃないですかって。僕がそんなタイプに見えます？でもインターネットで、おひれがついて、笑って否定してるとこが怪しい。あいつそもそも笑顔がうさんくせえんだよ。で、どん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 おひれがついて、そして菊池さんは仕事がどんどん減って、最終的には鬱になって、そして逮捕者が出ました。そのインターネットで嘘をばらまいていた人たちが、逮捕されたんですね。で、彼らは言っていた。悪ふざけでやりました。みんなが僕たちが流す嘘の情報に反応してくれることが嬉しくて、悪ふざけでやってしまいました。取り返しのつかないことをしてしまった。申し訳ありません。っていう、そういう裁判まであったぐらい。要はインターネットって嘘の情報もいっぱい出回ってます。まあ、スマイリーさんのね、ちょっと極端な例ですけど、例えば皆さん、アフィリエイターって仕事をご存知ですか？聞いたことぐらいあるかな？あるいはね、簡単に言うと、インターネット上で、広告をクリックしてもらってお金を稼ぐって仕事なんですね。だから、アフィリエイターの人たちっていうのは、全員とは言わないけど、わざわざね、クリックをしてもらうために、過激なタイトルをつけたりします。例えば皆さんでもどう？今日ね、インターネットパッと開いたら、ダウンタウン、松本人志、死亡ってもし書いてあったらよ。ってクリックするでしょ？え、バッチャン死んだの？って。で、クリックしてみたら、何のことはね、今日例えば東京池袋においてエイプリルフールでもないのに松本人志が死んだというまことしやかな噂が流されて話題になったっていう超どうでもいいニュースサイトだったりするんですよね。なんじゃそれみたいなっていうことをわざわざアフィリエイターの人たちはばらまいてたりするので、つまり何が言いたいか、インターネットの情報は真偽のほどは定かではない。真偽ってこういう字ですよね。まことか偽りかわからないね。真偽のほどが定かじゃない。嘘の情報もいっぱいありますよ。ということなんですよね。じゃあ、本はどうなのかっていうと、本はですね、実は一応著者がちゃんと明示されていて、しかも出版社がちゃんと明示されているので、これで言うと、ね、今日皆さんに体験していただく本ですけど、鴨頭義人さんという方の著者、そして出版、出版社は新潮社。という大きなところですよね。要は、作者名が基本的には明示されていて、出版社名も明確にされているので、嘘ばっか書くわけにいかないんですよ。
もちろんね、思想的に右寄りとか左寄りとかはあったりするけど、嘘ばっか書いてあるとかいうのは完全に社会問題になってしまうので、本はね、そういうのはありえないですよね。ある程度考え、思想の偏りこそあれど、嘘が書いてあるわけだ。だから私たちは実は、本からいろんな情報をちゃんと学んだ上で、インターネットに触れると、このインターネットの情報が本当か嘘かの見極めがついたりとか、あるいは情報を見定める目が養われたりするんですけど、そういうことみんなあまりご存じないもんで、情報って言うとこれ頼みなんですね。だから結構危ないんです。日本人は本当にね、情報を取るのが下手だって言われてるんですけど、情報ベタなんですね。うん、テレビのニュースとか、新聞のニュースを鵜呑みにしてしまうので、あれは全部加工された情報ですから。うん、この中にもし関係者がいたら申し訳ないですけど、ただ、例えばね、テレビのニュースって、あれ、誰のために流してるかっていうと、厳密に言うと視聴者のためじゃないですからね、あれ。あれ、スポンサーのためであり、株主のためですから。スポンサーや株主が納得する情報を流さなきゃいけないんですよ。当然そこには意向が働きます。うん。テレビ、新聞社もそうですよね。一つのニュースとっても朝日新聞と産経新聞では全然違う報道の仕方してたりするんで、あれは完全に意図が働いてる。真実が報道されてるというよりは、どちらかというと株主寄りだったり、うん、まさにスポンサー寄りの情報だったりするわけですよ。だからテレビも新聞も結構危ないです。もちろんね、本も出版社によって偏りってのはありますけど、インターネットよりはもうちょっと信用が OK。だから、メインの情報は本できっちり取りながら。要はね、本っていうのは、テレビやラジオや、新聞では流せない情報も載ってたりするんで、ちゃんと。おこの情報ここまで書いてあって大丈夫かみたいな、うん。結構危ない情報ちゃんと公開してるな、みたいな。要は、テレビで流すと問題になるようなこととかが、本ではちゃんとわざわざ書いてあったりする。例えば最近で言うと、京都アニメーションの放火事件とか、あれの裏側に何があるのかって話だったりは、テレビやとかでは一切報道されません。うん、世の中を賑わしている大きなニュースっていうのは、陰に何かがあったりするんですけど、背後に何かがあったりするんだけど、それはテレビでは報道されなかったりするんで。だから本できちんと情報を養って、その上でテレビ、新聞、あるいはインターネットに触れていくと、もっともっと私たちは上手に情報を取れる。いつもご視聴ありがとうございます、チャンネル登録していただくと日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。